こんなに人がいるのは、すごいですね。本当に見たくない？想像しているような例じゃないんですよ。川って。川はだいたい墓石色、グレーが多いです。灰色が。肌は。ちょっとひび入ってたりとか。あとこの辺が全部ひび入ってたりっていう方も多いです。それをずーっと見てる状態なんで、いや、すごいなと思いますよ。この、修行してないのに。対処わかんないで見てるって。もう影がこう動くのが分かるんですよね。降りてくるの。ちゃんとした人の服装もあれば、黒い影だけの人もいるんですよ。ここがちょっと不思議でして、大丈夫です。あと3日だけ、すいません、耐えてください。本当頑張ってください。いや、もう何もできないから。何もしなくてもいいので、ただ理解してくれる方が隣にいると違うんですよ。例えば、金縛りにあったら、トントンとやってもらうとか、不安だなと思ったら、ただそばにいる。聞かなくてもいいので。子供さんの件に関しては、3人とも、もしかしたら少し変わるんじゃないかっていうのがあります。落ち着きがないのがこっちに来てからひどくなったんで、それは全部病気のせいだと思ってたんですよ。なんで、それが変わるもちろん病気もあると思うんですけど、思った以上に回復しやすいのかなと思ってます。こんな見てるんだ。音とか聞こえてもだんだん反応しない方がいいんですか？反応しなくてもいいって言って人は反応するじゃないですか。反応していいです。見えるってのことが分かってるみたいなんで。だから合図をするっていうか、入れのもあるっりていまう。す。そういうことですか。僕は人のオーブって見え、人の魂って見えないんですよ。人の魂が見えない分、その姿として見えてしまうんですけど、うわ、浮いてるなーっていうのが見えます。3日間だけ。お願いします。その時にお祝いがあると話ができますので、プラス、シャットダウンしちゃいます。強引に、ここのうちは。お願いします。何度も聞いてください。今のうちはあなたが一番だから。霊が入ってきようとするときって、なんか、光ったりとかしますか？光る時もあります。僕自身も何回も見てます。光の発光体。オレンジ。オレンジとか、青っぽいの、緑っぽいの。一角がなんか、こう、青くなったりとか、なんか光で混ざってるのかなって思う時もあるんですよね。人のオーブは僕は分かんないんですけど、ただ、たくさん人が集まると、夜だと光ったりします。ちなみに、お風呂の人形さんは誰が遊んでるんですか？もう遊んでないんですよ。たまに洗ってあげるぐらいで、もう遊んでない。ずっとあそこに置きっぱなしです。あの子はもらったんですか？買いあれまはした。買ったんだ。ええー。では、あのままにしておきましょうか、まず。しといた方がいいですか？ はい、まだ。やっぱりあるね。いるかなって思ったけど。見ます？見よし、見よし、見よし。そうです。ですよね。あの角に。おろす。僕、対応できますよ。
寒いだけ服着る誰入ってんの？トシさんってタオルっていただいてもいいですか？お借りした。声を出してたのはこの子ですか？この子です。シャワーが出たっていう一番下の子がシャワーの音聞いたっていうのもその子。シャワーが勝手に、この子じゃないですか？寒かった。ずっとですよね。こっちに引っ越してきてからずっと。ここはいい？ここのお家がいいか、こっちのお家に来るか。怖い？怖いか。どこに行く？あっち？みんな弱っちゃうよ。少ないよ、服。あったの？3日間さ、ここさ、こらーって言ってくれてたら、3日か。その間中に入ってて、なんだか。3日か。わーって声出す人いたら、置いてていいんですか？はい。どんどんってなるかもしれないですけど、大丈夫ですか、ここは。はい。すいません。これですね。バーって言うんだよ。バーって。追い出して。3日間だっけ。で、まあまあ、持ってもらってて。で、大丈夫です。お前、ね、いい子がいたのに。あなたを守ってくれる。はい。見えるのは、今は仕方ないと思ってた。その白い影、黒い影が、は当たり前に、当たり前なんで。はい。月曜日、日曜日。日曜日。はい。お願いします。いいえ、大丈夫です。先生、よろしくお願いします。お願いします。2回目。はい。今日は、すでにワンちゃんから。すっかり先生に慣れてますよ。どうでした？数は減りました。見える数。はい。だけど昨日その前あたりからちょっと夜手入りが激しいなっていう、うん、っていうのは感じてちょっと寝なくなったりとかもしてました。今日2階ですか？2階も下もですね、うん。ちなみにここのソファーは。座らないしました。誰も。今日どうしましょう。まずは防ぐ方法というか。2階の屋根裏ってですか。はい、あそこがまず気になるので、そこから対処していきます。はい、なんか最初にあります？気になるところがあれば。でも寝れない原因がその2階なんだったらば。うん、最初そこをやって、で本当2日間寝てない、うん、やっぱり2日間寝れなかった。布団が動くのが気になる、うんうん、布団ひ、私が寝てる布団を引っ張られたり、うん、こうその写真も動画も撮ろうとしたんですけど、多分タイミング的になかなか撮れなくて、まあ、布団の周りをいたずらしているような感覚があるから寝れない、うん、走り回ったりとか、足音とか普通に歩いてるトントントンと音だったりとか、うん、会話だったりとか、はい、そういうのが聞こえてきたですね、うん、1回でも子供を見ますか？1回ですか、はい、小さい影は見ます。ちゃんと色ついてるものは見てない？色ついてるものは見てないです。あ、ちなみに燃やしたりしたんですか？あの後。あ、燃やしました。燃やしたらどうでした？
一回気になって、はい、あそこら辺が台本前が、うん、で前したらそれからスッていなくなってるのはだいぶ数が減った。鏡は使いました？鏡は使ってないです。多分先生いなくなって帰った後から多分2階の方がすごい気になってたんで、うん、1階よりかは2階の方が今の状況的には気になってるのかなって。対処していきましょうか、はい、2階から行きましょうか、はい、一緒に行く？行く？教えて。誰一人か教えてくれる？教えて。すごい大人しい教えて。走り回らないの全然。教えてほしい、うん、普段走り回る。あ、もうすごいです。眠いの？あと、家の中の帽子があるかと思うんですけど、ここ入るんですよね、はい、うん、よくわかりますね。旦那はここもなんでこの前言うの忘れたって言って、ここももうすごい影が気になるってずっと言ってて、見れないですよ。あの小さい頃から修行、あ、見えてて修行してで見えるレベルなんですよ、うん、それが影でも見えるっていうのはちょっとすごいびっくりしてます。ここと全部つながるとか繋がってるように見えてて、そこにも黒く夜になると影がバッと並んでるような影ができたりするんで、すごいですすごいですね。でも囲まれてるような感覚なんだよね、うん、全てが。うちのお姉さんでもこんな今はこんな見える力ないですよ本当に見たくはないですすごいなって思ってましてじゃあまず上から行きますか。はい、行きましょうか。お願いします。お願いします。ここも気になるんですよね。はい、開けていいですか？はい。電気。大丈夫です、うん。音はしました？音はしてないです。上からは。1階と2階の階段の上りると、はい、ベランダからの入りが足音がすごかったです。いつも旦那がここに寝てるんですよ。旦那こっちで、はい、私で一番下で縦にこう、そうですそうです、はい、頭こうあ、こっちで、私がたまにこっちで寝てもこっちで寝ても私の周りを触ってるっていうか、私の布団だけが動いてる、中にこう入り込んできてるっていうような感覚があって、うんうんうん、中にこう入ってるのがこううねってるみたいな、うねるうねるっていう感じですね。で昨日ビーズクッションをこの置いてあったんですけど、はい、嫁もこの、足をつけながら寝てたんですよ、二人とも、ええ、だからビーズクッションが動いてる感覚とか、うん、音がした伝わってくるとか、うん、そういう話になって、じゃパッと見たらビーズクッションが動くんですよね、ええ、うん、そっからでしたの、そっか、寝れなくなっちゃって下にいます？いますよ。こうするんですか？よくわかりますね。すごいですね。じゃあそんなそマリって買いました。あ、マリない。マリやっぱ売ってないんだよ。時代的に。というと上が出て行ってくれないよ、それが。マリ。今もいるはいるんですか？多分開ければこの子たちがいるってことは、この子たちがいるってことは上も多分つながっていると思うんで、じゃあ上から降りてきてる、そう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 、なるほど、うん、周りどうしよう、そしたら小居までいますね。
はい。体育座り。何見てんだ。体育座りして前を見てるってことですか。はい。そうですよね。そこ座ってるんですか。線に向けて。小学校とか幼稚園ってありますよ。あ、目の前に。あっち、はい、すぐ目の前にあり。じゃあ、この子、そうなのか。じゃあ下、いいですか。行きましょうか。下に。ちょっと周りに金平って言います。神様が降りる場所、よりしろ。ソファーどうしましょう。正直に言っていいですか、ソファー。はい。おそらく前の持ち主が事故で亡くなられたのかなと思ってます。仕事中。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。橋本共鳴から大切なお知らせとなります。今回募集します四柱推命コース、急性気学コース以降、今後すべてのオンライン授業の募集を終了させていただきます。四柱推命コース4月開講となります。一般的な四柱推命は生年月日生まれた時間から約59万パターンの運命や解決方法を導くことができます。この共鳴軸では約1億パターン以上を出すことができます。その方の運命を判断するのみならず、悪い事柄に対する対策や解決方法も説明いたします。仕事運、健康、恋愛、あらゆる運気に役立つことに間違いないと思います。急性気学コース、同じく4月開講となります。吉凶を知る方位学となります。引っ越し旅行など相手の悩み解決法までを学ぶことができます。悩み事をズバリ当てたり、統計学による宝くじの当て方も講義しております。共鳴軸の九星気学は他の学校で習うものと異なると言われております。いずれもプロ副業として収入を上げたい方にも対応しておりますので、この講座を終えると鑑定ができるようになります。現役の鑑定士、日本最後の陰陽師橋本共鳴が直接指導する唯一の軸となります。授業後は毎回質問コーナーを設けておりますので、プライベートのご相談や悩み事のご質問を直接私に聞くこともできます。ご相談によっては答えられない場合もございますので、そちらはご了承くださいませ。最後の機会となりますので、この機会にどうぞ応募の方をお願いいたします。